ジョシュヒルは、オーストラリア連邦西オーストラリア州、アーマデール出身の元プロ野球選手、宇ト右ミギ2001年2月にミネソタツウィンズと契約。2006年3月、この年から開催されることとなった、ワールドベースボールクラシックのオーストラリア代表に、選出された。2007年は、参加 A 級フォートマイヤーズミラクルで17試合に、 登板して3勝2敗、防御率3.00の成績を残し、6月に参加 AA 級ニューブリテンロックキャッツに初勝格。16試合に登板して3勝2敗、防御率4.36の成績を残した。また、オフの11月には、日豪新前野球日本代表最終強化試合のオーストラリア代表に選出された。 12月6日にルール5ドラフトのマイナーリーグフェーズでピッツバーグパイレーツに指名され移籍。2008年は参加 AA q アルトゥーナカーブで22試合に登板し4勝11敗防御率4.53の成績を残した。2009年開幕前の3月に第2回 WBC のオーストラリア代表に選出された。 二大会連続二度目の選出となったが、試合出場はなかった。シーズン開幕は、AA 級アルトゥーナで迎え、22試合に登板し、0勝1敗、防御率5.45の成績を残していたが、6月7日に、自由契約となった。長身から繰り出される速球を武器とした、本格派投手で主に中継ぎである。ありがとうございます。